皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。静岡県の学校情報、今回は沼津にあります私立の東洋高校さん、こちらを紹介します。東洋高校さんは2つの留学プログラム、これがある学校です。普通科の学校で定員は350名、今年の入試の倍率は 2.76 倍でした。これは併願者を含めた倍率です。普通科のコース6つあります。最初は留学進学コース、これは2年生の4月から3月まで1年間のカナダ留学をするコースです。2番目は国際進学コース、これは2年生の時9月から3ヶ月間オーストラリアの留学をします。で、3つ目が英数進学コース、こちらは、国公立の受験を目指すコースで、勉強は7科目型のカリキュラム、これで学習をしていきます。4番目は特別進学コースの S クラスです。これは難関私立大学を受験する、こういうコースで3科目型のカリキュラム、これを組んでいます。5番目が、特別進学コース、これは4年生大学、短大、専門学校、こちらへの進学を目指すコースで、4番と同じように3科目型のカリキュラムで勉強を進めます。で、6番目が普通コース、こちらは進学から就職まで、広い対応をしています。このコースでは体験型の学習を実施しています。さらに付け加えておくと、この東洋高校さんは3年間の欠席日数とか、長期欠席者については少し制限があります。これを付け加えておきます。今回は沼津市にあります私立の東洋高校さん、こちらの紹介をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。